再就職、転職を目指す人を支援する求職者支援制度を知っていますか？今日はここハローワーク広島でその制度について聞いてみたいと思います。制度には大きく2つの特徴があります。1つは無料の職業訓練ハロートレーニングを受講できること、もう1つは月10万円の給付金が受給できるというものです。給付金については条件がありますので、詳しくは最寄りのハローワークにご相談いただければと思います。では職業訓練を受けられるハロートレーニングについて教えていただけますか？ハロートレーニングには雇用保険を受給できる方向けの公共職業訓練と、雇用保険が受給できない方向けの求職者支援訓練があります。会社を離職して再就職を目指す方はもちろん、専業主婦でブランクがあり再就職が不安な方、自営業を辞めて就職したい方など、訓練を受けて就職や転職を目指す方が受講できます。訓練コースはパソコンジムや医療ジム、CAD、機械、金属加工などの製造系、介護、ウェブデザイン、ネイリストほか多種多様なコースがあります。じゃあその中から自分に合ったコースを選べばいいんですね。そうですね。就職に必要なスキルを身につけるためにご自分に合ったコースを選んでいただくことができます。どのコースがいいかわからない方もハローワークで相談していただければ職員がアドバイスいたします。半年間無料で勉強できる資格とかも取れるので、そういうのが再就職につながるんじゃないかなと思います。一人一人と面接をしてくださるんですけど、そういうところで悩み相談できたりとか、広島の企業さんの情報を教えてくださったりするので、それはすごくありがたかったです。コロナ禍で仕事を失ったり、資格を取得して収入を増やしたいという方、ぜひこの求職者支援制度を利用してキャリアアップを目指してみませんか？興味のある方はぜひハローワークへお問い合わせください。